3回戦第6試合、先攻青コーナーカイザー、後攻赤コーナー MC にがり AK 赤いなずま、8小節2本勝負、レディーファイ。ここまで来たらうまさとかの話じゃねえ、どっちが人間としていけてるか決めようぜ。最近見せ物みたいなバトルが流行ってうんざりしてんだよマジで。いや、あんたは確かに俺が始めた時から画面の向こうで戦ってた。だから闘志を今燃やして、にがり力ずくで溶かしてやんぜ。このバトルはガチ見せ物じゃない、俺もお前も偽物じゃない、だから目の前に全力で見せてやるぜ俺の腕とこだわり。芸能性だけどお前人間性だけの勝負じゃねえんだって。アルティメット MC 人間性プラススキルを軽視するんじゃねえよボケ。いろんな音楽を聴いてくれよ、どの口で何言うかが肝心なんだろ。いや、だからこそ自分の実体験がリリックアートに変わるんだろ。いや、だからこそ自分の言葉は自分自身の鏡だろ。いや、勝たせろなんて言わねえニガリ、今日は俺に任せろ。あは、何が欠かせろ、勝たせろ、任せろ、俺に任せろ、皆の下先もローラ、どっちが王座腰掛ける俺の方が勝者。てめえのラップでショーダン、それ同じことだろ、俺もお前もローカルでやってきた実体験、俺も言葉にしてるよ、心配ねえ。イエーイ、それでは決めていきたいと思います。では決めましょう。先攻青コーナーカイザー、高校赤コーナー MC にがり AK 赤いなずま、まずは赤コーナー MC にがり AK 赤いなずま、陪審レディージャッジ、赤5本、勝者 MC にがり AK 赤いなずま、カイザーにも大きな拍手を。